今この動画を再生したあなたはね、相当変わってるよ。前回のあの大惨劇、あれを見てもまだ見てくれる皆さんに僕は感謝と、変わってますねとすごく言いたい。いや、ひどかったんで、マジであれはもう大反省。前回樹海のへそで、なんか雲、でっかい雲にあって、そいつね、もう黄ピクミンで倒せるなぁと頭の中では分かっていたけども、黄色ピクミンを温存したい気持ちで赤ピクミンを特攻させた赤ピクミンを大量に失った。やり直そうか迷ったもん。いや、だけど後ろは振り返らない。もうやってしまったことはもう取り返しつかない。もうすべて、もう自分でね、背負って、受け入れて、それを糧にして、先へ進んでいきましょう。大水源。もうあるんだけど、行きたいんだけど、まず10回のへそ。この残りの2パーツ。もう今回、16日目で、もう取り切っちゃいましょう。そして、もう完全クリアと、しましょうよ。今16日目、まあ前日の15日目までで、パーツを16個手に入れてるんで、ノルマを上回ってる状態。で、今日ここで2パーツ手に入れれば、さらにもう一歩ね、上回れるわけですよ。作戦会議！もう、毎回ね、止めていくわ。なんかやべえこと起きたら、一旦止まって、頭を冷静にして、そして、ああ、どうしよう、こうしようみたいなね、うん、作戦立てて、やっていけば、前回のようなことにはならないと思って、ああ、戦士の魂がここに！助けに行こう。そして、これね、まずこの運び出しをお願いしつつ、戦士を回収して、そして、この水のところにあるパーツを取るんだけど、水のところにいるあのマロガエルってやつがめちゃくちゃ厄介。あれはさ、もうさ、おびき寄せて違うところに移動させてから青ピクミンで回収っていうのがいいんじゃない？もう戦う必要ないわ。戦ったらね、あいつ長えんだよ。まずは、誰でお願いしよっかな。赤ピクさんかな。そうだね。あそこの運び出しは、火炎放射があったりするから、赤ピクさん。まあ、30匹もいれば大丈夫なんだよね。うわぁ、100切っちゃうのか。まあ、前回すげえたもんな。どうしよう。まあ、30でいいか。はい。30ピクさん。いらっしゃい。で、一応青ピクさんにしとく？うん。一応青ピクさんを。30。そうね。時間はあるかもしれないから、ペレット回収とかして、ピクさん増やしないと、次のステージとかやばいと思うんだよな。OK。まずこの、90匹かな？ 90 匹で進むと。そして、パーツが、あっちか。そうね。あ、蜜が出るんであれば、吸ってもらって。よし、蜜吸ってもらった。うん、だいぶ花ピクミン増えてる。てかね、オニオンから出した時に、花ピクミンを優先的に出してくるらしいんだよ。よし、じゃあまずこのパーツ。このパーツは、赤ピクさんにお願いしよう。はい。お願いします。君らでこのパーツ運ぶんだ。はい。いいね。よし。そして、一旦、オリマー、あ、君何してんの？君何してんの？うん。君も行っといで。うん。うん、いったいった。オリマーだけさ、カエルのところ行って、おびき寄せるか。このパーツだもんね。あ、こっち来い！あ、そう、あとさ、この前回ね、出したこの階段とか、まあ、坂の先にも、ああ、そこにあるんだ！爆弾位はでももういらないか。もう使うことないよね。うん。で、この穴はね、パンモドキの巣だったみたい。うん、もういないんだけどね。よし。じゃあまずカエルを引き寄せよう。どっちに引き寄せようか。こっちの方かな？来いよ！あ、2匹いっぺんの方がいいな。来い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 。うん。来てもらう。よし。誘導します。あ、オッケーオッケー、いったわ。それなんだっけ？ガードサテライト。宇宙海賊から私を何度も守ってくれた。このパーツをゲットするために、もう何匹も何十匹ものピクミンよ。あと12個で飛行能力アップと。うん、17個。まずノルマ達成ね。来い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 。来い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 。こっちこっちこっち。いや、来いの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 。あ、帰っちゃうんだ。マジで？いや、予定が来る、これは。どうしよう。倒すしかないってことじゃあ。マジでてかいっぺんに相手すると絶対不利だから、いやもう倒すしかないかこれもう。そうだね、ちょっと青ピクさん連れてくるか。じゃあ青ピクさんで頑張ってみるか。1匹ずつ、うん、ゆっくりゆっくりやっていくわ。降りてくる、避ける、上に何匹かだけ、上にあの子が大丈夫か。あ、生きてる生きてる。ちょっと危ない危ない。あ、待てよ、引き寄せられるんだった。あ、逃げる。やっぱり逃げちゃうんだな。うん、危ないよ。うわー、マジか。ゆっくり、いやーこれ時間かかんだよねやっぱりこいつ。めっちゃむずいんだけど。ゴリオス、いやそれ怖い、危ない。離れる。よし、で投げる。いい、うまい。下から離れろ。よし、いいよ。あ、なんか慣れてきた。はまってる。下行くな。危ねえ。いいよ。ダメ、そうしたらいいか。うわあ、これが良くないんだよね。うん。投げすぎ注意。下行くな。あ、でも上の子もさ、離れちゃうんだ。うん。でもこうだね。できた。オッケー。いいんじゃない？で、待ってね。まずこっちもやりたいよね。オッケー。やろう。4匹減ったのか。よし。で、1、2、3、4、5。6匹ぐらいか。うん、投げても。そうね。こうだ。うわ、気をつけろ。危ねえ。うわ、気をつけろ。危ねえ。いや、待って、そこ、離れろ。一旦、ちょっと立て直そう。危ない。で、こっち。よし、オッケー、はまった。これだ。降りたら、次の子を投げる。そう、下から離れろ。大丈夫。うわ、潰されてる、そこ、潰され判定。お前ら下に行くなって、バカじゃん。オッケー、倒せるか。オッケー、倒したね。あー、9匹減ったで20匹で、これは無理そうかな。40もいる、マジか。ちょっと連れてくるわ。とりあえず赤ピクミンは返そう。うん、今回は多分出番ないんじゃないかな、もう。はい。で、青ピクミンをできるだけ多く。青ピクミン46匹連れてきました。なんでここにいる敵とかも全部青ピクミンに持ってってもらおうかな。うん、君ら40匹で運んでもらって、うん、まあ41匹いいんじゃないかな。運んでもらって、そしてこのペレットとかも持ってこう。12345。これはだいぶ増える。そしてこの敵も運んでもらおう。うん。よし。そして、黄色ピクミンも数増やしたいんだけど、ペレットとかもうないよな。どうしよう。あとあれだ。戦士の魂を回収しに行こう。ここですよ、事件現場は。ああ、いる。ここにまだ魂が残っている。めっちゃ投げちゃった。オッケー。これやってみよっか。大量にやるとどうなるか。すると種出した。わかんない。ちょっと検証しないと。そしてお疲れ。ノンダイオキシン。宇宙法では星に優しいクリーンな宇宙船が義務付けられているのがいいことです。オッケー。これで樹海のへそクリアですね。長かった、めちゃくちゃ長かった。一応ペレット回収しとこうか。じゃあ時間あるし。よし。あ、今日は穏やかだ。あ、メピクミンが出てるから、それ引っこ抜かないと、これ損か。あ、時間な。あ、ペレットから生まれたのに。あ、時間な。あ、まあ、いっか。しょうがない。じゃあ、これで、樹海のへそは、クリア。もちろん、迷子もいないよね。うん。パーツ増えてるね。いい感じ。いないよね。いない。よーし、オッケー。はい、遭難16日目。マロガエル。水辺で厄介な生物に遭遇した。すぐにジャンプしてピクミンを踏み潰すので、素早く指示を出さないと簡単にぺしゃんこにされてしまうのだ。力を合わせて動きを止めなければ、うかつには近づけない。もう終わったんですけどね。よし、戦いで死亡9匹。あ、残念。どうだ、結構ピクミン増えたか。青がだいぶ増えたね、やっぱり。まあ、黄色もちょっとだけ増えたって感じか。うん。もっと増やしたいな。よし、これで18パーツ手に入れてます。素晴らしい。そして次回テストコンプリート。この遭難地点もちょっと気になるんだよな。どうしよう。だってさ、大水源さ、一回行ったらさ、もう連日行かないと損するじゃん。うん。だったらさ、一旦今日遭難地点行かない？遭難地点行って、まあ、ピクミン増やしてもできるらしいし、パーツ1個回収して、うん。で、その翌日に、やっと大水源に行くって感じにしましょう。オッケー。ここね。そう、ここに降り立ったんだよな。あ、ほんとだ、増やせられるあれ。めっちゃいいじゃん、ありがとう。あ、それいっぱいあんじゃん、でっかいペレットが。やべ、テンション上がる。そしたら、まず、ピクミンを出していこうか。少ないのが黄色だから、黄色を多めにしたい。青30、赤30、黄色40でいいかな。そうしよう。よし、これで OK。うん。総勢100匹。まずさ、パーツだよ。パーツはあっちなんだ。ペレットもでもお願いしたいよな。でも先にパーツ見ないと怖いか。どうやっていくんだ、これ。どっちからこっちからか。うん。あ、いた、なんかいた。これ倒せんの？倒せんの？ん？いや、無視しよう、無視しよう。引きつけられちゃうっていう、そういうお邪魔なのかな。ちょっとみんな無視して、あいつは。綺麗だけど無視して。あ、ペレットも今は無視して、お願い。うん。で、行くよ、あっち。そういうお邪魔なのかな、あれは。で、なんか見た感じさ、あ、待って。ん？黄色の爆弾必要なのかな？一応じゃあ、持ってきて。うん。取り扱い注意しよう。で、肩で挨拶して、みんなおいで。うん。あー、また出てきた！うわ、また出てきた！なんかね、そう、爆弾持ってる子いるからさ、うかつにさ、B ボタン押したくないんだよな。まあ、でもここは大丈夫か。うん、おいで。怖え。爆弾注意。マジで爆弾注意ね。で、こっちから、みんな渡れる？あれ、ここなんだっけ？なんだっけ？うわ！あ、待って、お願い待って、どうなっちゃってんの？ちょっと待って、解散。うわー、めっちゃ死んだー。ひいてー。ちょっと待ってくれ。ひいてーよ。マジでひいてーよな。遭難地点っていう、そのサービスステージじゃないの？で、ボーナスステージみたいなもんでちょっと思ったんだけど、しっかり地獄じゃねえかよ。青ピクさんは多分死んでなかったんかな。そうだよね、水だもんな。倒そう。倒せるかな。倒せるよね。やれ。倒せない？あ、やってる。うわ、めっちゃ、いってえ。大丈夫か、みんな大丈夫か。集合しろ。そうね、あの核だ。あの核を。痛い。攻撃するんだ。違う？いや、一応、どうなんだ？そっちじゃないのか？こっちか。こっち。攻撃しないあの子なんで？あ、でも、少しずつだな。少しずつやってる。まあ、これもっと青ピクミン連れてきた方が早いね。うん、君も行っといで。そうだな。急がばもあれだ。ちょっと。あ、危ない、怖えな。一旦赤ピクミンは返そう。うん。赤ピクミン返す。めっちゃ減ってる。で、黄色ピクミン解散。で、君ら、爆弾は持ってない君らは、一旦、やべえ、これ時間ねえんじゃねえ、また。めっちゃ減ったか、また。青ピクミンを多めに、うん、連れてきます。くそー。はい。で、一旦、オリマー回復しよう。サクッと回復お願いします。よし。オッケー。じゃあ行こう。みんなおいで。青ピクミンのみ。いやー、そして時間が進んでる。あ、まあ、一旦いいか。うん、近いしな。みんな頑張ってる？大丈夫？おお、頑張ってる。お前はちょっと何してんだよ。よし。いけ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 。頑張れ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 。うわー、マジか、そうなるか。だけど何度も何度も、うん。はじき飛ばされても頑張ってるから、いいよね。うん。頑張れ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 。あ、待てよ。そこにアタックした方がさ、早い？なんか早そう。痛い。ん？よくわかんないけど、まあ一応進んではいるんだよな。そこか、やっぱりそこっぽいな。あ、そこだわ。そうだね。オッケー、倒した。おお、出てきた。それはいいね。よし、じゃあ急いでまずこの5ペレットだけ持ってきたまえ。そしてちょっと青集合、青集合、青こんなにいらないか。青を17匹返して、うん、で赤をまた30出す。そしてこの爆弾持ってる黄色くんも集合してもらいつつ、黄色も出す。黄色はもう全員来い、全員来い。増やそう、黄色増やそう。みんなおいで。じゃあ行こう。そしたらん、ピクミンについてまた新たな発見があった。あ、100匹の話か。そうね、オッケー。一旦解散してもらって、まずはあ、違う違う違う、その色違う、キリンチ違うよ。自分の色ちゃんと見て。怖え。爆弾持ってる子マジで怖え。で、なんかみんな落ちてる？落ちてる子もいる？わー、来てない子もいるな。どうしよう。解散。君らおいで。君らおいで。よし、ちゃんと隊列整えて。ちょっと待ってよ。むずいな。普通に行こう。一旦行こう。普通に行こう。持ってくなよ。持ってくなよ。うん。知って。あ、あそこだ。あ、それある。解散。とりあえず赤ピックさんたちで5ペレット、はい、これ持ってくのとこれも持ってってあげて、うん、6匹か。まあいいや。君ら来て、うん、増やそう。はい、持ってけ。そして黄色、まずそうね、運ばせつつ、よし。で爆弾くんおいで。怖えー、取り扱い怖え。爆弾くんおいで。爆弾くん、よし、まず壊そう。わあ、3ついるよね、これ多分。爆弾持ってる子、どの子だ？この子、はい。あ、違う、これ赤だ。爆弾出てこい。オッケー、いた。あ、また赤、違う。オッケー、爆弾投げる。帰ってこい。オッケー、いいよ。もう一回。あともう一個爆弾欲しい。消えた？もうないのか？もうないのかな？ってなるとさ、ない？なさそう、マジか！これ今日中に無理じゃん。あ、だけどさ、奥に向かって投げる。いや、だけど投げたところでな、別にな。うわ、もうどうしよう。とりあえず黄色増やそう。うん。もういなかったっけ？黄色持ってる子。何匹？ 20 匹か。よし。20匹もいねえんじゃないか。まあいいや。それでなんぼ ?15 ならば別に赤さんを加えて、そうね。あ、だけど届かないか。届かねえんだ。やーべ、順番が。どうしよう。爆弾持ってる子いないっすよね。いないっすよね。わかりました。よし、これで OK。20ペレット持っていけ。そしてじゃあもうこっちさ、今日できないってこと？わあ、あそこにあるな。なんかなんだあれ、キラッキラしてなるぞ。何それ？パール？真珠？やば、綺麗。爆弾岩もう本当にない？もうどこにも。うわー、パーツ欲しかったな。とりあえずじゃあピクミン増やししよっか。なんで赤、それ持ってけ。他にはそこもあるし、ここもあるし、うん、持ってきな、それも。はい、そしてここもいっぱいある。よし。あ、待って待って、いるじゃん、爆弾持ってる子。オッケーオッケー、いるじゃねえかよ。じゃあ君と君らとおいで。あ、待ってよ。青ピクミンか。あれ、あっち、どうだったっけ？水だったっけ？やべえ、時間がね。時間がね。いたじゃねえかよ、爆弾持ってる子。言ってくれよ。僕は持ってます！よし、お前だ。君はもっと自己アピールしなさい。はい。行ってこい！ナイス！して、向こうってさ、水か。じゃあ、青ピクさんだ。青ピクさんだけちょっと行こうか。ちゃんと解散して。OK。うん、いいね。やべえ、時間もこんなんかよ。あー、でも赤ピクミンの20ペレットもあんのか。ちょっと、連れてくるわ。時間がないなー。まずこれで。来てるよ、みんな。うわ、また1匹。こっち来い。やべえ、時間ねえのに。よし。OK ね。ここで、また解散。はい。じゃあ赤ピクミンたちで、まずこの、何ペレット ?20 ペレット。持ってきたまえ、これ。よし。まあ、間に合うよ、きっと、これは。うん。そして、青ピクミン。で、奥にあるパーツ。いやー、間に合わねえかな。うわー、赤来るな。うん。こっち。おいで。そこにあるパール何なんだ？これなんだよね。きっと。うん。これ何？ん？壊すのか？壊すと？いけ。うえ！うっそ！ひでえ！でもあと少しだ。ひでえ！あ、なるほど。あ、開き切るとバゴン。うわ、ひでえ！なんだあれ！任天堂どうしたの？子供泣かせたいの？ポジトロン発電機を発見した。電子と陽電子がくっついてとてつもないエネルギーが生まれるらしい。よかったね。違う、ひってえよ、あれマジで。20ペレットもあるけど。いや、間に合わね。あ、そこあんじゃん。うわ、ショートカットがあるんだ。あ、そこもなんかあるな。あれ、それパーツか？それパーツじゃないんだよね。あれ？ここにいっぱいいたよな。あれ？みんなどうした？あれ？ん？みんないたのか？勝手に？ああ、まあ自主的に帰ったならそれはそれでよし。うわ、結局運び出し無理でした。てかちょっと待って、そんなさ、ショートカット通路、あ、上から降りるだけなんだ。あ、なるほどね。その拠点からはそこに繋がってないけど、そこからは行けるんだ、きっと。大丈夫だよね。うん。迷子いないよね。こんな狭いところで。まさかこんな狭いマップでね、迷子なんか出るわけない。あれ、チャッピーいる。いなかったのに。うん。迷子なし、オッケー。そっか、そこにね、ショートカットがあんのか。なるほど。遭難17日目。黄金餅。この生物の美しく輝く体は非常に硬く、ピクミンの攻撃を全く受け付けない。それでも、ピクミンが夢中で追っかけるのはなぜなのだろう。ピクミンを直接ぶつけることで何か変化は起きないだろうか。あ、直接ぶつける、パンもどきと一緒か。ああ、なるほどね。56匹！そんな、俺は増やしに行ったのに減ってる。うそ。そしてパーツも取れなかったし。セーブする。しょうがない。振り返らない。どうしよう。本当は今日18日目大水源行きたかったんだけど、やるしかないよね。もう遭難地点を取り切る。それで終わろう。そして、ピクミンをいっぱい増やして、万全の状態にして、大水源に次回行くと。それで行こう。よし。あそこに、でかいペレットもあんだよな。よし。お願いします。まずは、メピクミンを回収。よし、回収した。そしてさらに、どうしようかな。まあ、30でいっか。30。とりあえず、赤30、青30。待てよ。パーツ何匹いるんだっけ？あ、でももう、水面から運び出してるから、誰でもいいんだ。まあ、いいや、とりあえず、30でいいや。で、そう、あんまり多すぎても、この段ボール。ここ超えれないのよ。あ、ここがね、こいつな、ちょっとやってみるか、真上に、すると、お、なんかあった。お、ペレット。あ、ペレットと蜜を出すのか。あ、消えたわ。うん。ペレットと蜜を出すんだ。なるほどね。まあいいや。で、え？え？ちょっと待てよ、あいつ誰だ？ちょっと待ってください。ちょっと整理させてください。昨日あのパーツをあそこまで運んだんだよね、確かね。で、あそこに誰かいます。誰？岩だよね、見た感じ。もしかして爆弾岩？一旦、ちょっと怖いから、キラ、ここで解散。ついてくんな。俺についてくんな。待ってろ。で？こんにちは。そのパーツ必要なんですよね。うちのなんですよね。ちょっと、黄色だけ。黄色。ちょっと、黄色一匹。あ、違う、黄色だけあって。え、なになに、なんか暴れてる。怖い。黄色出して、この子に爆弾岩持ってもらおうか。なんだあいつマジで。取って。うん、取った。オッケー。で、ちょっと試しに爆弾岩で、こいつ。ちょっかい買ってきて。うわ、いかないか。お、ナイス。うん、効いてるな。だけどなんかそんなに効いてないよね。普通にアタックできるかどうか。ちょっと赤ピクミンで検証。上に投げる。あ、効いてるね。あ、じゃあ普通に倒せそうだな、一応。なるほど。じゃあ赤ピクミンかな。攻撃力高いし。よし、じゃあ27ピクさん。28ピクさんで、あいつの頭めがけて後ろから。うわ、怖い。上にね、いけー。危なそうだな。危なかったら一旦待って、怖い、突進してきてる。怖い。帰ってこい。え、あ、潰されて目にされた。あ、死んではいないのか。なら別にいいじゃん。よし、じゃあ総攻撃。ひるまず総攻撃で帰ってこい。で、多分大丈夫だよな。うん、いた。普通にいて抜くのがめんどくさくなるってだけなのか。それ以外なら別にね、怖くないよね。じゃ別に青ピクさんでもいいか。これで、うん、倒そうこいつ。いや、その抜く時間もまあ手間だけどね。あ、そっか、こうやって投げたくても抜いちゃうんだ。それはめんどくさい。やろう。あと少し。いや、抜くんじゃなくてよ。でも倒せる。倒した。おお、やったー。オッケー。よし。じゃあ、今青ピクさん多いからちょっと運んでこれ。うん。で、抜くわ。なんだこれ。あいつ何なんだよ。ん？ポジトロン発電機。うっかり近づくと。感電するぐらい強力な発電機。あ、そっか、見てなかったっけ。オッケー。発電機か。で、ペレットはさ、復活するんだね。それは助かる。よし。じゃあ、まずさ、ショートカット作るか。ショートカット、あっちだったー。そっか。もうすでにこっちから来てる。あ、でもまあ、あった方が楽だよね、きっと。うん。壊してもらおう。それお願いします。で、呼んでくるか。よし、連れてきた。まずは、黄色ピクさんをマジでめっちゃ増やしたいんで、24匹、オッケー。君らで、そこ、持ってって。20匹増える。これはでかい。まあ、全員ちゃうか。うん。オッケー。そして、赤ピクミン、ここは9匹か。もう正午か。ちょっとこれで待機。しといて。で、うん、開通してる。で、君ら。じゃあ20匹分。うん。あと2匹。OK。そして、パーツの運び出し。赤ピクミンでいいか。はい。何匹いるんだっけ ?20 匹か。じゃあ、青ピクミンはね、奥の20ペレットお願いしたいからね、あんまり使いたくないんだけど、うん、しょうがない。パーツが最優先。あと1匹。オッケー。行ってこい。開通させたけど結局あっちから行っちゃった。まあいいや。で、残ってる青ピクミンが何匹だ？あー、手伝っちゃってるー、手伝っちゃってるー、動線にいるからー、まあしょうがない。一旦戻るか？一旦待機してもらうか。あ、そうだ。あとこれ。それ何なんだ？ゆっくりやろう。帰ってこい！帰ってこい！うわー、これってことだよね。うん。開いて、ギリギリで、戻す。これを繰り返すんだ。え？やられた？え、やられてんじゃん、一人。あ、待って待って、時間かかる。やめよう。あ、オッケー、ナイスナイス。パーツは、ゲット。はい、ポジトロン発電機。うっかり近づくと感電するぐらい強力な発電機です。よし。19個。まず、青ピクミンで20ペレット。うん、待機。4匹ね。よし。そして、開通してるから、こっからいける。早い！で、なんか、声した？あっちにあるペレットも欲しいよね。あれ？ここ行けない？ん？行けないのか？行けない。なんか邪魔してる？ここ。ん？壁？え？あ、おお、なるほど。間欠泉か。あ、投げてからか。なるほど。いや、まずは青ピクミンのその20ペレット。あれ大事だ。あれ持ってってもらおう。オッケー。いってらっしゃい。あの真珠も気になるけどな。うん、オッケー。で、ここ、ショートカットできるでしょ？で、俺はあっちに行って、10ペレット回収に行こう。おいで。だから一旦ここでピクミンたちを投げて、あ、なんか降りてきてる？あ、落ちてきてる？嘘でしょ？え、落ちてきてんの？え、マジで？じゃあどうやってあれ取るんだ？オリマーはこうやって来てるでしょ？うん。ちょ、来て。まあでも黄色さえ取れれば、とりあえずは嬉しい。だから、これは持ってって。うん。で、できれば、もう全部黄色でもいいのかな？そうね、黄色増やしたいもんな。うん、そうしよう。うん。10匹はいないか。よし、黄色来い、黄色。黄色で、これらと、うわ、黄色に等しいな。うん、これ。運んで。うん。どっちに行っちゃうかな。青じゃない、青じゃない、黄色がいい。だから、青ピクミンも返そうか。うん。もう日没。まあ、今日はね、増やす日だ。で、これも青いってんのか？違う。だから一旦もう返そう。赤も。赤返す。よし。このペレット。全部、黄色にぶち込めい！うん。いいよいいよ。で、引っこ抜く時間も必要。ああ、こっち行ってる。危ね。うん、ありがとう。で、いいかな。帰ろうか。はい。なんかやってるわ。変なことしないでね。お願い、変なことしないでね。うん。して、さらに返す。あ、でも目ピクミンになっちゃうから、そっか、逆に、限界前出して、目ピクミンを出さないようにした方がいいんだ。そうだわ。うわあ、早く成長しろ！早く成長しろ！早く成長しろ！だってもうここに戻ってくる気、俺もうあんまないもん。うわー、マジ？大丈夫かな？迷子いないよね？いないよね？信じてる。信じてるからな。よしよし、間に合う。ギリギリ間に合う！オッケー。いいんじゃない？いる？迷子。いや、もう、結局、時間ないのよね。結構穏やかにね、時間、余裕持ってできるかなと思いきや、いつもなんかギリギリになっちゃう。さあ、迷子はいないよね。いた！え、どこにいた？向こうの方かな？うわ、くっそ、すまねえ。何匹やったんだろうな。遭難18日目。あいつ誰？ミウリン？本来は、花好きの優しい生物のようだが、それだけに、怒らせたら恐ろしい。あの凄まじい平手打ち。故郷の妻を思い出した。またアメリカンジョークだ。え、待って。え、何？優しいやつなの？え、倒した後に言わないでよ。で、どうなんだ？わ、4匹も。マジか。で、今日は生まれた数105。うん。増やせられた。ピクミンも93、青が121、赤179と、いいんじゃない？ちゃんとここに来た回はあった。で、パーツは19。もうちゃんとね、1日ノルマは達成してる、上回ってる状態だから、まあ、悪くはね、最悪の状況ではない。まあ、こっからの頑張り次第なんだけど、次回、大水源。やばそう。